琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。かんこどりの泣く夜、今夜も始まりました。作家の小原武史と、ディレクターの比嘉です。この二人でお送りしたいんですが、今日もちょっと神崎さんはね、はい。まあ、はい。5、6、7で。病気になってしまいまして、はい、ちょっと、お休みをいただいてるんですが、はい、そういえば比嘉ディレクターは結構ファンが多いみたいですね。いや、そうですかね。ちょっと前よりはちょっとね、しっかり喋ろうかと、はい、今日は。なるほど、はい。前は喋れてなかったと。前はなんか聞くと、小原さんの喋ってるのにって被ってあ、ちょっとダメだなと。頑張ってください。はい、やってました。はい、今日はね、なんかその、国場川ってあるじゃないですか、那覇の。はい。あそこに一日橋っていう名前の川が、橋がかかってるの知ってます？はい、ありますね。一日橋。あそこのなんか由来って聞いたことありますか？いや、一日橋ってなんかこう、マダン橋とかあるけど、一日ってなんか、あんまりなんか沖縄っぽくないなっていうのは思いますね。由来わからなかったです。なんかいろんな説があるんですけど、はい、まあ、1511年に、昇進王の養いのお父さんが亡くなった時に、葬列を通すために、はい、そこにどうしても橋が必要だったと。はい、で、一日で板をこう引いて、かけたので、一日橋と言われてるとかいう説とか、はいはい、その橋を作った時の板を敷いたと。うん、イタ式というのがイチャジチっていう方言で言うんですけど、はい、それがなまって一日橋になったとかね。おお、一日橋って長さ結構長かったですっけ？そうだね、2、3メートルじゃない、もうちょっとありますね。そうですよね。うん、一日でじゃあもう。そう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 。で、皆さんこれ知らないんですけど、一日橋の歩道のところからそのなんていうんですかね、川が流れてるところの。うん、その側面コンクリートで固められてるんですけど、うんうん、一箇所だけね、その、レンガが露出してるとこがあるんですよ。レンガ？はい。はい。で、これ、なんか工事の不手際感みたいな、見えるんですけど、実はこれは、警備員鉄道の駅舎の跡なんですね。はい、おー、いいですね。わざと残してあるらしいんですけど。わざと、うん。記念にというか。そうそうそう。あ、じゃあここありましたと。説明みたいなのも書いてあるんですか？は、ないです。あ、ないですか？ただ単にコンクリートが露出 してる中に、はい。レンガがあると。はい、気になる人は気になるだろうな。そう。これね、でも夏は見えないんですよ。雑草が生い茂って、あ、なるほど。台風の後とか冬枯れの時にしか、なかなか見えないんですけどね。通った時ちょっと探してみてください。いいですね。で、このね、一日橋って昔は、その、幽霊ドゥクル？幽霊の出る場所って呼ばれてて、うん。で、今でもよくあるんですけど、タクシー階段ってあるじゃないですか。ありますね、はい。お客さん乗せた幽霊だったみたいな。よくね、一日橋まで人力車の、なんかお客さんが、女性が乗るんですけど、うんうん、橋について人力車の妊婦がこう、後ろプッて見たら、女性は消えて、はい、薄い汚れた豚になってたとかね。すごいでしょ？人力車の座席に豚が座ってるんですよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。そのタクシー階段って結構その、乗せました、着きました、お客さんって見たら、うん、シートが水浸しだったとか。そう。じゃないですよ。ですよ。豚になってるんですよ。そういう話がいっぱいあって、すごい。とりあえずここは心霊スポットだった。なるほど。うん。いう話が伝わってるので、まあ、今もね、時々なんか白い人影見たとかいう話を聞いたりしますんでね。まあ、一日橋のそばに行って、まあ、深夜ね、はい、何が起こるか楽しみにしてみるのも面白いかなと思います。はい。今夜の相手は、作家の小原武史と、ディレクターの比嘉でした。まあ、こういうね、なんか、橋って結構心霊スポットになる。そうですね。よく、なんか橋の上も下も、横も、いろいろ出てきますね、話に。うん、まあ、有名なのはさっきちょっとね、ヒガディも言いましたけど、マダン橋。うん、マダン橋、うん。あれはマダマ橋というのが本当の名前なんですけど、はい。あれは要するに、人柱をね、はい。置いたという、まあ、有名な話、前もちょっと話しましたけどね、うん。人柱って結構、沖縄では、あんまり聞かないんですけどね、この橋以外。あ、
あ、でも、そうです。まあ確かに、でも私も、思う、なんかこう調べて、あ、ここもだったんだっていうのは結構内地の話が多いですね。生贄としてとか。そう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 。内地ではね、よく人柱にするときに旅人を捕まえて、人柱にするんですよ。村人だとやっぱりいろいろね、弊害が出てくるのか分かんないけど。はい。これちょっと、もうめっちゃ素人のあれなんですけど、こう、お坊さんとかがこう旅をするじゃないですか。うん、それも、該当するんですかね。あ、でもお坊さんが人柱になった例って聞いたことありますよ。本当ですか、うん、なんかこの、やっぱ、それはもうお通りくださいっていう感じなのかなと思ったんですけど、うん、そこももう容赦なくもう捕まえるんですかね。要するに人柱っていうのは、ここの川が氾濫しませんようにとか、うん、この川に橋をかけても崩壊するので、守ってくださいって意味で、うん、その人を殺さないで生き埋めにして、生き神様として祀るんですよ。なるほど。で、橋を守ってくださる代わりに、私たちは毎年お祭りをしますとかね。あなたを神様として祭り上げますと。うん、じゃあ、一応は、違うかもしれませんけど、なんて、名誉なことみたいなことですか。神様として、あなたは祀られるのよ、みたいな感じなんですかね。そうなんだ。名誉ではないか。人間の一方的なね、はい、思いですからね。いや、もうやっぱ昔はやることすごいなってもう思いますけど、これもその一つですね、本当に。だから、だんだんその年月が経ってくると人は忘れてそれを。はい。で、お祭りもしなくなるじゃないですか。すると、この、まあ、生き神様が、生き神様っていうか、人柱にされた人が荒神となって復讐してくるわけですよね。荒神はどういう字ですか？荒っぽい神様。荒れた神様。そう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 。復讐してくるんですか？そうそうそう。怖い。だからまあ自分勝手ですよね。いや、そうです。人殺しといてね、守ってくださいとか言ってね。僕ら絶対嫌だよ、絶対。いや。もうほんと7代までたたってやると思うけどね。いや、しかもそれ、全国共通して、その逆さにするんですか？大体そうかな。あ、そうなんですね。うん、恐ろしい。なんかどっかの本土の沼の調査報告書を読んだことあるんですけど、はい。やっぱりそういう伝説がいっぱいあって、沼に、大水が出たら氾濫しないように。はい。で、記録が残ってて、大体旅人なんですよ。じゃあもう本当に、どこの誰かもわからないっていう。うん、そう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 。ああ。それ考えたら怖いですよね、昔の旅ってね。いや、怖いですよね。どこで人柱されるかわからないと思ったら。本当ですよ。新しく橋がかかりそうなところは避けようとかならないですから、ね。そう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 。なんか時代劇とかで今晩止めてくださいとかあるじゃないですか。なんか鬼ババアの話とかね、よくあるじゃないですか、はい、江戸時代のね。いや、そう。人柱ってのも鬼に食われるより恐ろしい。ちょっとね。はい、ですね。なんか映画でもね、なんかミッドサマーとかね。なんか怖い、田舎の怖い映画がありますけどね。はい、殺される、しかも、めちゃめちゃ、まあ、理不尽って言ったらあれですけど。そうそうそう。あれ何でしたっけ、人型の、檻に閉じ込められて最後燃やされちゃうやつ、ニコラス・ケイジが出てたやつ。なんとかマン。出てこないや。何ですか？なんか、あれもそんな感じですよね。見てない？何ですか？見てないです。何ですか？まあ、調べたらわかります。衝撃的な映画ですよ。あれはオリジナルの方がもっと綺麗だったけどね。YouTube 見てる方は知ってるかもしれない。そうそうそう。ニコラス・ケイジが、人型に燃やされる。最後ね、村人に騙されて、はい、巨大な人型をした木製の檻みたいな中に閉じ込められて、はい、火あふりにされちゃう映画。わー。恐ろしい。あ、でもじゃあ、なんだろうな、世界共通で、うん、そういう生贄文化というか、そう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 、あったってことですよね。あるんですよね。うん。まあ、火で燃やすか、土中に埋めちゃうか。いや、どっちも本当に恐ろしいですね。うん。こういう、なんか、
何かを守るために人を犠牲にすると、誰かに捧げ物をするっていうのは、うん、まあ、いわゆる邪教と呼ばれる考え方なんですけど、はい、まあ、文明とかこういうメディアがもうない、うん、一昔、二昔、かなり昔の時代にやっぱり、そういうのが世界中でやっぱり横行してたと、いうことは、うん、ちょっと覚えておいた方がいいですよね。そうです。今なんかそういう風潮がまた復活しそうな気もしますしね。別の形でね。あ、そうですか。この古墳、すいません。古墳とかに埋められた人たちも、ある意味その、うん、お守りせよっていうことで埋められてたっていう、確か感じ。そうもありますよね。あとほら、そのユダじゃないな。アズテカとかマヤの文化で、うん、結構ね、そういうのが壁画に残ってたりとかね。ありますね。名前出ましたっけ？はい。ウィッカーマン。ウィッカーマンだ。ニコラス・ケイジ主演。面白いですよ。面白いけど、なんかラストがもやもやする映画。もやもやします。ちょっと見てみます。うん、若いニコラス・ケイジ。そか、人まあそういう邪教はやっぱりね、良くないですよね。ただ今ネットの世界でも、僕ら誰か叩くじゃないですか、はい、いろいろ。はい。叩くことが、まあ、正義みたいにね、うん、思ってて、うん。あれも一種のなんか人柱のような気がしますね。生贄というかね。なんかその、そうですね、叩いて結構、まさに今、割とその、話題になってますよね、うん、その、キャンセルカルチャーとかも。うん、その、何かにし、まあよく取り上げられた人の、例えば十何年の発言とか、うん、もう、昔の雑誌とかツイッターのことをやっぱ言ってすごいもうめちゃめちゃになるまでこう追い詰めたりとかっていうのは結構まあやりすぎかなっていう感じもするけどまあ、うん、何をしたかにもよりますけどあります、ね、なんかその自分たちの不満とか、うん、その時代のなんか嫌なところをその人に全部押し付けてで叩いて滅ぼして、うん、で、それが自分が正義に酔ってるみたいなね。ああ、なるほど。うん、まあ、一つ違うのは、その人は叩いても、生き神様にはならないってことですよね。そうですね、ならないですね、うん、現代は。まあ、そういう、なんていうんですか、時代を変えても、うん、やっぱり基本人間のやってることって一緒かなっていうね、うん、気はしますよね。はい。私たちはまあそういう風にならないようにね、公平な目で見ていかないといけないと思います。うん、はい。じゃあもうそろそろ時間来たので、今日はこのぐらいにしといてやります。はい、ありがとうございます、はい。今日の相手は、作家の小原武と、ディレクターの比嘉でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。